どのようなことに注意して運転しますか？この星のルールに従う。なぜコーヒーの CM が脳内で再生されるんだ？人間じゃないのが歩いてる。ムッフって変な声で笑った。ハンドルとメーターの組み合わせが怖い顔に見えるね。ここ。骨。で、これが胃袋で、これが昨日食べたご飯ね。ほう。なるほど。次は、ここも骨。合図したらあの彼に飛びつくのよ。私がその後すみませんダメでしょショコラっていくから。わかったわね松風二号。前田刑事が乗ってそうな名前。ギョイ、とか返事しそう。僕。できるかな。松風二号、眉毛がちょっと困って見える。定時に帰りたい。肘かゆい。知るかよ。話聞けや。好きなだけかけ。やりづらい社会になったもんだぜ。もん。スターハンター体験版。クオリティ低すぎて草。ほのぼのしててよい。やりたい。人狩り行くって。ごめんな、お父さんの分しか作らなくて。グーチク。俺の親父そのもの。顔げっすいな。謝るなら作れ。あの、隣のものですがもう少し静かにしていただけませんか？壁の厚さ 0.01 ミリ。ごめんなさい。静かにするんでもう来ないで。事故物件。はいはいごめんなさいね後で弁償するわよ。そっちか。子供困ってる笑い。悪気のなさに草。マジでいるからなこういうの。いい曲っすね。魂のビート。勉強。え、デフってなった。刻むぞ血液のビート。お前んちの加湿器、気持ち悪いな。不気味の谷現象。生暖かそう。しかも首を振る機能付き。一家に一台いかが？なかなか自分の納得のいく月に変わってお仕置きよが出てこない。耳がなかなか。良い線いってるんだけどな。左下の顔、あーもうちょっとだったのにみたいな感じで可愛い。頑張って、わら。ちょっと少年法の力借りるわね。子供もまんざらでもない。その手があったか。母の顔じわる。少年法の大改正派よ。全部ついてる場合どうすればいいんだろう。転んだのかな鼻血出た跡がある。進めばいいと思うよ。好きなの選んでよし。黄色と赤色を打て。立てば。漏れそう。座れば。あと5分は持ちそう。歩く姿は。エンジン類。わかりみが深い。微妙にリズミカルで草。俺かよ。無理すんなって。早く楽になれよ。目標は超えるためにある。もう一曲遊べるドン。太鼓の達人。ノルマ超えたら遊べるな。あの声で脳内再生された。こんな哲学的に言われたらやる気出る、わら。うどんって言っちゃった時はさすがの私もしりとり負けたと思ったよ。でも突如矢が私に降りてきたんですよ。矢が。めっちゃくだらねえ。こなげせぬ。世界しりとり王者選手権優勝。この写真のどこからこの発想。子供の意識が子犬に集中し、自分の車の接近に気づいていないようなので。3コンボのチャンス。コンボすな。不謹慎。教習所の教科書か懐かしい。すごい中道だ。かぐや姫って何から生まれたっけここまで出てるんだけどなぁ。すぐそこまで出てるぞ。桃だろ？なしだろ。地方ここまで、正解であるココナッツです。パパママ今日は運動会だよ。今日はパン食い競争に出るんだよ。パパとママの命を奪った、あの競争にね。何があった？詰まらせちゃったのかな？だからあれだけお茶飲みなさいって言ったのに。千葉のパン食い競争は苛烈を極めるらしいな。あの手この手で相対しようとしてくる。もうお前仕事やめろよ。帰りたすぎはロタ。これ俺やん。なんか気に入らないんで帰りますね。アンパンマン新しい顔ずらややややややん。ずらややややややん。おまなにしに来たんだよ。勢いよし。わけわからんが増えた。おお。学校の視聴覚室でビデオ映像を流すとき一瞬だけ民放が映った。何気ない番組でも大盛り上がりするんだよな。自分とコアチデジ、BS、CS 全部映るって言ってた。なんなんだろうな、あの独特な雰囲気。ストレッチマン。いや、何時に幸あれ、じゃなくて、何時に待ち合わせって言ったのよ。拝むな拝むな。お布施はいただくけど。男子高校生の軽いノリみたいで草。めっちゃうざがってる、わら。イエス、ここを出てるよ。何がスマホだ。台本。絵がじわじわくる。今頃気づいたのか。母チッキがついたか。
ずっとこっちがビックリマンだと思って集めてた。シール食ってたの？わら。なぜ集めた？たまに食いたくなる。なんか溶けてベッドリマンになってそう。これ何？ベイブレード引くやつ。勉強になるなぁ。えげつねえ回転生まれそう。長すぎて腕足りなさそう。トライピを逆さまにして飛ばしたらどった行ったわ。今日は皆さんにザリガニと消防車の違いを知ってもらいたいと思います。どっちも同じだろ。両方赤いぞ。そうだそうだ。もうダメだ、おしまいだ。え？違うところなんてなくね？ポンコツしかいねえ。くだらなすぎて笑った。自転車で間に合うか。カセオレたちが病院に手術を待ってる。あんたの息子にこの臓器を届けてやる。いいやつ。大事な臓器をカバンに入れるな。なんか潰れた音がしたぜ。まあいいや、行くぜ。突っ込みどころしかない。おじいちゃんの口の中で冷ましてから食べさせてくれたお粥の中に何か硬いものが混ざってた。完璧な表情。これはトラウマですわ。お粥？フーフーしてくれよ。監督許して握りっぺだけは、握りっぺだけはやめ。めっちゃダウニーの香り。そうだろう。面白いんだけどなんかイラッとする。電車の中でググって変な声出ちゃった。一発や芸人のネタっぽい。壁ドンは極意に変わる。異性をドキッとさせる手段とは？サツポン。間違いない。これが真理。壁ドンリアルでやられたら恐怖でしかない。俺にはサツピラしかできない。世界一長いウォータースライダーがあまりにも長すぎて入った子供がおじさんになって出てくる。みんな楽しそうじゃの。わしも乗るとするかな。人生の大半損した。作るのどれだけかかったんだ。人生イージーモード。一定なんだよ。俺だけパラシュートなしだったのかよ。よかった、じゃねえ。いつも通りみたいな反応がえぐい。こいつのところは土が柔らかかったんだな。うん。そんな体だからでしょうね、わら。風の谷のナウシカをざっくり説明してください。ダンゴムシ激おこ。シンプルで良い。ダンゴムシ。まあまあそうね、わら。何も伝わってこない。和式だった。酔っ払ったらありそう。切ったね。第三次。ちゃんと受け身取ってるのはロタ。そのボールは大きく美しい子を描きながら黒塗りのベンツの方へと向かっていった。まずいですよ。おいゴルア。早く逃げるのだよ。スローモーションで落ちていく。本当に避難訓練なのかなという感じがあった。レベル99の避難訓練。実践さながら。冷えきたに草。不謹慎で申し訳ないが草。田中宿題忘れました。教師廊下に立ってろ。田中教育委員会に言いますよ。教師。今日彼女海外に引っ越すんだってな。もしお前が廊下から抜け出して空港に行ったとしても気づかないだろうな。先生。ふう田中。あとはうまくやれよ。展開が臭すぎて臭。なんで先生それ知ってるんや。入室したら、まず面接官と、の戦闘となるので入室前にしっかり回復しておこう。セーブもね。あながち間違ってはいない。四天王戦面接官4人。ステータス以上の対策もね。精神的ダメージジーンズ。男らしさ爆発。乾いていてもこのデザイン。窃盗後が絶妙。社会的にも。V 破壊すんなよ。V 破壊は反則。レア防具落ちそう。なんなんこの画像シュール。討伐成功で剥ぎ取りチャンスプラス1。相席を許可した結果。モニタリングでこういうのあったね。慣れ慣れしいのがいる。カップルに座られるよりはいい。真ん中のおっさん、どうしてこうなった。オレオレの人、遅いわねー。騙されたふり作戦か。怖えよばあちゃん。早く鉛玉を振り込まなきゃいけない。リボルバー。みんなが静かになるまでに2キロ太りました。胸の W はワイドの W か、わら。このレベルのやつの2キロは見てもわからん。よく食ったな。なんか可愛く見えてしまった。5年間追跡し続けた犯人がツイッターで居場所つぶやいてる。実際最近はこうやって捜査するもんな。このやりきれない顔。右、俺が思うに、これは罠だな。逃走5年目記念にスタバナウ。人類は皆兄弟と偽って生活保護費、約138万円を不正に受給した疑い。本当に兄弟だったら許されてるのか。財政難の一因。言いそうなバカずらしてる。こんな人間があと何百人いることやら。東京、杉並区、路上で。振られた男30歳、逮捕。
不憫すぎる。やめて、彼のライフはもうゼロよ。迷惑防止条例違反かな。相手を逮捕しろよ、強引。上の階の人が毎日唾を垂らしてくる。きったな。時々吐血してる。上の人大丈夫か？一体何人でやってるんだ。貞子はためらっている。こんなに期待されたことはないから。井戸から這い上がって、からの？わら。期待に応えてやれって。外人さんからしたら井戸って珍しいのかな？貞子、出たくねえ。何してたんだっけ？それすっげえある。素敵な笑顔。でもすごく幸せそう。忘れたことを嘆かなくなったらおじいさん。親の顔認証の突破を試みる。和田アキ子で草。実際にいそう。かわいい。お父さん、北の国からに出てた？この柵の電流は気持ちいいよね。電気柵マニア？肩こり、神経痛によく効くってか？左、おっと。今のは200アンペアかな？電気風呂かよ。お肉、ところてん。貧乏な両親から誕生日何食べたい？と聞かれた。切ない。幼心なりに気を使っちゃうやつ。あるよね。もう、やめて、ご両親の資金力は、もうゼロよ。以上の理由から、私たちは猫を飼うべきなのです。そうでしゅ。フルハウス感が。将来教授か政治家やってそう。右の猫が、頼む買ってくれって言ってそう。そうなんでしゅね。クラクションは口で言うタイプ。憎めないタイプのバカだわ。ピッピー。ジェレミーならガチ言う。いいねえ、力がある。はは、俺国語だったわ。先生やめろ。確かに最後間違っとる。天才となんとかは紙一重。他教科なのにガチってくる先生いるよね。中華料理、日本橋。イタリアン。まさにフレンチ。料理長はインド人。所在地、長崎ハウステンボス。台湾ラーメンの店か。それじゃ、今から俺がどうやって理科室から脱出したのかを説明する。逃げてきたん？めっちゃ長くなるやつやん。カエル界のレジェンドだ。聞きたい。何？テレビが欲しいじゃと？ブラウン管に VHS の時代だったからね。今のテレビはみんな薄型 4K 対応じゃからな。やっぱりテレビから出るのが最高なのかな？わら。いい子にしてたらな。犯人はお前だ。真実はいつも一つ。じっちゃんの名にかけて、古畑任三郎でした。この桜吹雪が目に入らねえか。オールスター。かわいそうに。何かやらかさないといけない空気。世界の運命は。玄関のドアの覗き穴が結構でかい。丸見え。でかいにも程がある。窓口はロタ。備えにラマンでも。もう限界だが、あと42キロ残ってる。195ミリしか走ってないやん。フルマラソンで全力疾走するな。なんで走ろうと思った？だがこいつにだけは負けねえ。お？やるのか？僕はトラだぞ、怖いんだぞ。可愛いと思って近づいたら、ガチで襲われるやつや。実写版島次郎。可愛い。ここまで低い姿勢だと怖くないだと？これで完成か。説明書読んだ？デアゴスティーに途中買い忘れたやろ。予算なかったんやね。これじゃない感が滲んでる。スネオの髪の毛だけ見つかった。ザマスが5本に増えてる。それにしか見えなくなった。本体以外は跡形もなく消滅。事件だ。残る手がかりは、くちばしだけか。あ、生きてるならいいんです。本当に死んでたらどうしようかと。いいやつだな。こうしてみると、爪やべえな。このクマさんならイヤリング届けてくれそう。最近の子はクマ語もわからんのか。お、目覚めたか。お前さんも今日からクマだ。聞きたいことはあっか？そういうディズニー映画あったな。まずは十字ボタンで移動だ。そいつの前で A ボタンを押してみろ。なんかのゲームの始まりみたい。おばあさんが川で洗濯をしていると、おじいさんの服から、ムチムチパブ、ビーチヒップの名刺が。おじいさんは家にしばかれに。お店にもしばかれに。昔話感ゼロ。男ってポケットの中とか、爪が甘いのよ。めでたしめでたし。ローラースケートに乗ったミイラやセグウェイに乗ったゾンビより怖いのは？プリウスに乗った老人。ブレーキが効かなかっただけやで。身内はナンシオンジェロ。しかも、罪を認めない。ゴロがいい。冷蔵庫の納豆の期限が切れると出てくる。メーカーのサービスか。せめて切れる前に出てこい。こっぱ。真夜中のトイレのドア開けたら嫁が入ってた。
妹は、トランスフォーマー。最高かよ。いい車だった。長期改生命体だったか。どこがどの部分か、誰かはよ。盗んだ何かで鍛え出すー。これ、どうやって運び出した？鍛え方もわからないとか。何か、ってとこがいい。わからないものをよくがめようとしたな。ようこそ、囲碁将棋部へ。新入部員、なんでジャージで集合なんですか？まずは受け身の練習からだね。その恵まれた才能、思っと他で活かせるよ。新入部員は腕立てから。田んぼの持ち主様へ、カエルの鳴き声による騒音に毎年悩まされています。鳴き声が煩わしくて眠ることができず非常に苦痛です。騒音対策のご対応をお願いします。近隣住民より。じゃあお前米食うなよ。飼ってるわけじゃないしな。安らぎを感じる田舎者の俺。耳栓をプレゼントしよう。こんなん本気で言ってる奴いたらヤバすぎる。すみません。私、取り柄とかなくて。採用です。面接がずさんすぎる、わら。実際用紙で受かるからな。取り柄あるよー。これからは私だけのために働いてください。気をつけろ、漂白剤が入ってるぞ。なんと。足と尻尾アウト。驚きの白さに。お手軽にホワイトタイガー。料金所は、お客様とはいえ、このゲートを通すも通さないも私の手中にあると実感できる貴重な瞬間。わろた。やりがい。わっぷ。ETC にしといてよかった。言えないよなー。今さら日本語ペラペラなんて。それは言えない。喋れないふりし続けるしかない。ご説明鈴木純。なんか片言だと頑張ってる感あって通っちゃうよね。ねえ奥さん、本当は。テレビあるんでしょ？は、あなたもしかして。NHK かな？ NHK の支局かな？なぜそれを。伝説の野人を追って、山で行方不明になった素人を追え。何してんねん。いい迷惑だな。ミイラ取りがミイラになるかよ。下手すら野人より見つからん。レゴランドから帰ってきた父親の様子がおかしい。やばい。レゴ化が進んでいる。ぎこちなくなる動き。今すぐ逃げるんだ。ヒューストン着。うまい。ヒューストンでヒューストンなわけね。ああ、めり込んだわあいつっつって。バイバイデイン。なぜ時間配達指定で家にいないんですか？ごめんなさい。すいませんでした。あ、いや、その、タイミングがですね、すみません。この画像 CM で流すべきだよ。高速道路あるある。この車間距離はお前のために開けているのではない。1000% 意味なし。ほんまそれずっと思ってる。自分の安全のために開けてたのだ。入ってくるな。そういう行為してくる奴は不安全なのでさらに車間距離を開けざるを得ない。後ろのカップルが別れ話をしだした。めちゃくちゃ笑うやん。喜びすぎてゲス。クズすぎて逆にすがすがしい。表情見る限り多分勘違いだぞ。今すぐボケられるようになりました。予約していた老人ホームに空きが出た。これは逆転の発想。これでいつボケても大丈夫だね。 OK は草。なんで開いたんやろな遠い目。今だ、やれ。完璧だな。センスの塊。これは天才やわ。目線がリアル。卵かけのご飯。卵かけのご飯。脳内再生。本当の幸せ教えてやんよ。思春期に少年から大人に変わる栄養素が取れる。やりすぎな日曜日。マルコとサザエと、6人の落語家たち。うまい。なお落語家たちは違う曲の模様。もはやそういう画像なんじゃないかと思えてくる。山田くん、座布団3枚あげて。傘パクったやつ殺す。短気やな。メロス、絶ゆる。メロスはガチで激怒した。濡れないために傘を持ってきた私がなぜ濡れて帰るのか。秋水。太平洋戦争中に日本陸軍と日本海軍が、共同で開発を進めたロケットエンジン局地戦闘機。迷子を集まるパーツを元に設計を始めたが試作機で終わった。ディアボスティに。CM が脳内再生された。相関号はタイヤがついてくるよ。迷子を集めるパターンじゃ実機にはならんわな。はは、今日のご飯何がいい？あらかじめ作成しておいた資料を渡す。ご飯はハンバーグにするべき理由をエビデンスを交えつつ1時間力説。母がエビデンスの意味を知らずエビフライに決定。エビデヤンス。あたしんちの母やん。難しい言葉使うから。エビデンス。エビデインス。エビフライ。
新宿駅ですか？ちょっと待ってくださいね。いでよ。月刊地図。すいません、茨城周辺しかわからないです。使えねえ。そしてこの顔である。すごいのかすごくないのか。もう茨城行こう。用済みと用済みの違いを教えてください。泳がすのが用済み。沈めるのが用済み。うまいな。正しすぎる。悪の組織感。ボケ主かたぎじゃねえな。3歳の息子がミニカーで遊びながら、もしもし、ソニー損保ですか？とか言ってる。将来有望だな。リスクへの備えを理解している。よくできた息子さんでねえの。リアルなやつ。こちらコードネーム菅物原、老人ホーム151兵の潜入に成功。任務を忘れた。繰り返す、こちら。コードネームも忘れた。ひでえ。切ない。おわんが通信機。コードネーム忘れるまでのスピードがやばいな。帰りにアルフォート買って帰ろ。わろた。見えるけども。ボート的すぎる。似てるけど船な。僕がこのキャンプで楽しかったのは、夜トイレに行こうとテントを出たらキャサリン先生がジミー先生のテントやめなさい。二人で夜のキャンプファイヤーか。ジミー先生のテント。みんなの前で発表されとる。俺もそろそろテントを張るとするか。人名を二つ合成して超豪華しよう。暴れる筋肉。これは強い。暴れんな。こっは。余ったパーツでできたのが中山くん。社会人のマナー、ほう、れん、そうとは？放っておいたレンコンをそれそれ。あかん。それそれ。それそれは草。レンコンに何をする気だ。今日のピタゴラスイッチはなんかやばい気がする。確かにやばそう。やめてー。これはあかんやつや。放送中止のお知らせ。5問中5問正解。あなたは知りすぎたのです。5問程度で知りすぎたと言われても。首ちょんぱされそう。ちゃんと答えたのに引っ掛けるなんてひどい。そこで隠し味のカツオ節を投入しません。では煮干しで出汁を取りません。門口を開けません。このノリ最高。かわいい。せめてカルカンを。門口開けた方が、料理はかどるかも。素早い動きのおばあさんにありがちなこととは。桃が流れてくる前に洗濯が終わる。おばあちゃん。桃太郎開けて、話終わってまう。桃は目ざとく白い間髪入れずカット。桃なんて見なかった、終わり。行列ができているので並んでみたら、すごい顎の東洋人が並んでる人にビンタしてる。多分これはビジネスチャンスだと思う。なった。どんなビジネスチャンスだよ。アントニオか。これでどんなビジネス始める気。待てと言ったまま、あの人は言ってしまった。悲しすぎる。もう食べちゃえ。顔が切ない。なぜブロッコリー。画像認証、アホはしね。入力するたびに不適切な単語が使われていますと出て、一生先に進めない。無限ループ。あるわ、ねえよ。アホは死ねってひどい。巧妙な罠だ。あ、お帰りご主人、今日は特に何もなかったぜ。嘘つけ。なかったぜ、じゃねえよ。終わりだろ。ぐしゃぐしゃやんけ。ちょっと待て、ハードディスクは消したのか？あちゃーと言って帰る人続出。あちゃーじゃねえ。効果絶大。一応クラウドも確認しよう。苦労して手に入れた名作を、最後にもう一回だけ見ようかな。いや、こっちの名作ももう一回。ご主人を捨ててきた。ちょっちゅう。運転手の笑顔。後ろのチビかわいいな。これでうるさい奴がいなくなったわん。一度しかない人生をどう生きるか。一度目なのでよくわからない。ほんそれ。なるほど。確かに。そして俺はタイムリーパーになった。猫とは返せよ、イエスキリスト。あなたはキャット救われる。猫に誓って。オーマイキャット。ニャンシンします。そしてニャンコ大戦争へ。娘、ちょっとお母さん8時に学校着かなきゃいけないのにどうして起こしてくれなかったの。母、ちゃんと8時に起こしたでしょ、娘。朝の。違うそうじゃない。そりゃ怒るわ。まずは、自分で起きろ。もう手遅れレベルじゃねえ。信長、なんか焦げ臭くない？本能寺なんか変じゃね？本能寺の変じゃね？始まってんの？始まってんの？本能寺が変。終わりじゃ。公衆のトイレを開けた瞬間、地震で建物だけ崩れ去った。なんで服着てないんだ？なんでトランクスじゃなくてブリーフ？怖
公衆トイレの服装ではない。あ、どうも。彼らは何をしている？三人でチャット。ごにょしょうすぎかよ。寝カフェに友達と行った時はこんな感じ。コロナ禍では普通。話せよ。サダコ。タコタコイ。タコうまいタコ。グーン。オブジェ？さあどっからでもかかってこいよ。あんたの携帯英雄だな。って初めに通信障害にしてやろう。かかってこいって電話かよ。かかってきても繋がんない。通信障害はお前の仕業か。英雄の次はソフトバンクを通信障害にする気だな。放送赤組も山口組も頑張ってください。仁義なきか結構。坊ちゃんをビリにはさせませんぜ。負けててくさ。これは全力で赤組を応援するやつ。叩いてかぶってじゃんけんぽん。じゃんけんばんやん。命がけのゲーム。かぶったところで。パキューン。チームメイトが財布泥棒の話をし始めた。顔？マジ逃げ。犯人見つけた。もう使っちゃったし。旦那様がプランターを投げてきたのに対して奥様は私を掴んだ。夫やめろ、それはマジでヤバい。猫の捨て身タックル。投げんなよ。やめろー。生まれた？それで、色は？うちの子は何色なんですか？そもそも何色と何色の子供だよ。はい、灰色？男の子？女の子？じゃないんだね。夏色のナンシー。トイレットペーパーに書いてたら嫌なこと。4本入り。ただのキッチンペーパー。幅は自分で調整しろってことか。ミイラでも作るんか。袋から出すとぬってなりそう。過去形にして悲しくしてください。いつも明るかった安村。履いていたいなずっと。履いてましたよ昔はね。これは悲しい。説明。あのネズミどこ行きやがった。ネットで捕獲方法を調べてやる。ここにマウス。かわいい。モフ。チュ。お父さん僕にみかんをください。ふざけるな。お前なんかうちの娘でも食ってろ。はい、いただきます。コントかわら。いやもうみかん食ってる。作詞だな。日本には生き別れた妹に会うために来ました。確かは母なんとかにいると聞いてます。会う前から号泣してそう。え？分かっちゃったではないか。鼻水出た。うんち踏んでしまったような気がしたので匂って確認。味も大事。相当極限やな。鼻にうんちついちゃうぞ。味見してない。お前が尻尾を振るならこっちは硬くなるだ。ガンガン行こうぜ。こいつメロメロボディだから接触技はやめとけよ。お題が最高。その後は乱れ好きだな。お客様コールセンターに直接来られたのはあなたが初めてです。びっくりするよね。そう言ってるように見えてきた。クレームのプロか。怖い怖い。じゃあ整備してくるよ。整備し。サクッとやってこい。大げさだな。はよ行ってこいわら。一本動かして正方形にしてくださいと言われた。マッチ棒パズルかよ。折るのはオーケー？無理に決まっとるがな。無理くね。いたずらでいつものなんて言ったら変なの作り始めて困惑。察してあげて。当店オリジナルのフリスクトニックでございます。ミストでも作るのかな。何考えてるかわからん表情やな。古来より戦いとはプアンガタ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 ン。取り手土。場所変えろ。気まずすぎんだろ。電車ごっこしてんのかと思った。ひどすぎる内容の卒業式。3、新入生が少ない。2、卒業生が誰一人泣かない。1、体育館の反面をバスケ部が使っている。ディフェンスディフェンス。これはスリーポイントだわ。バスケ部も卒業式に参加しろよ。ある意味なくな。帰宅途中の女性を静かにシンバル鳴らすぞなどと脅し。静かにシンバル鳴らすわら。暴行？脅し。シンバル。てめえどこストラリアだ。オーストラリアだ。北海道ストラリアです。イーストラリア。ウエストラリアだ。ムッシュ肉はセールビッシュソワーズはノン。フランスのコウモト。ノンが最後わら。オフランス。ノン。最高機密のパスワードが0000だった。初期設定じゃねえか。あぜんなり。裏の裏の裏の裏ぐらいを書いたな。でも緊急の時打ちやすいよね。午後5時ごろお見合い、午後6時ごろ。どっちも押すと判明。遅いわ。たまげたな。1時間もかかったのか。悲しい。やっと今朝のコボちゃんの意味がわかった。
頭から離れなかったんだね。うちの父親はコボちゃんヘアーだな。たまにあるよね。めっちゃわかる。トラベリングっていう方がトラベリングなんですー。宇多田ヒカルの方かと思った。なんか可愛い。なんですー。子供か。末期の社畜。最末期はレッドブルに。血液クレンジング中みたいな。大体合ってる。いや、血管に気泡入ったらまずいって。以上で開会式を終わります。続きましてこれより閉会式を行います。図工。吉本新喜劇。そら、そうなるわな。おいおいおい。じゃあみんな、一緒にアンパンマンを呼ぼう。お前が何とかしろよ。お前が戦え。すり替えておいたのさ。誰だお前は。台風の影響で常磐線とつくばエクスプレスは運転を見合わせて俺帰れねえじゃん。帰れねえじゃん。かわいそうに。どんまい。仕事しろ。二次会に誘わなかったが現れた。出落ちやな。皆さんここにいらしたんですね。そしてこの顔である。ついついついてきちゃいました。旅館あるある。部屋に置いてあるお菓子が妙にうまいけど売ってても買わない。雷鳥の里うまいよ。金唾うまかったな。確かに。伝説の茶菓子。シンキングタイムに流れる映像が斬新すぎて、クイズに集中できない。発想に脱帽です。太極拳のあのスピードか。こっちに釘付け。確かに集中できん。正解の方に飛び込んだのに泥だったのでスタッフに文句言おうとしたら、不正解の方はノーユーさんだった。罪になるわ。最悪だと思うことのさらに上がある事例。恐ろしいな。そっちに飛び込んだ奴らが見当たらないしなんか重々聞こえる。この辺に置いてあげたいもの。飛車。ゲームだと2手目ですでに動けなくなるんだよな。間取り見ながら何をこうか考えるのワクワクする。世界初のかの国の飛行機のことか。ライト兄弟より300年早く作られた自慢の一品らしいぞ。角打ちで塞ごうぜ握手。わあ、痛いよ痛いよ。だろうね。私のローキックは悪魔の釜って呼ばれてるからね。足切れるな。お前がやったんかい。これでも手加減したんだからね。神月。子供相手に何本気出しとるん。テピカジェルってすげ。ちょっと買いに行ってくる。テピカ？むっちゃ光るじゃん。蛍光塗料。学校に行かなくなって2ヶ月、ジャイアンだけは毎日 LINE してくれる。心の友やね。ジャイアンなりの愛情表現。50回着信は草。切っても切れぬ縁。月曜日、1週間で最も。日曜日に近くて遠い日。遠い、ひたすら遠い。センスを感じる。休日になると心変わりする。冷静と情熱の間。便器が空いてなかったので金槌で殴りかかる。左を見ろ。俺の場所やぞ。左から2番目じゃないと暴れるやつか。どれだけ切羽詰まってたんだろ。少年は親たちが思っているより3年早く大人になっている。おい聞いてんのか？ターカーハーシー。聞こえてますかターカーハーシー。これ系のネタの中でも秀逸。テストに出るぞ高橋。読んだ？高橋です。ほれほれ。どうした？愛と勇気が友達なんだろ？血も涙もないな。最強の資格。やめて、もうあんこ流れ出てるよ。一体何の恨みが？床にどさっと寝転んだら棚のフィギュアが落ちてきた。でかくね？フィギュアすげえ競争。親戚いるのに語があって笑った。フィギュアの目つきにやられた。祖母に GPS つけたら結構徘徊してた。空間転移能力者か？海渡ってんじゃねえか。グローバルババア。結構拠点にしてるとこがあるね。家にクマが入り込んできたのでとりあえず図鑑で種類を確認。のんき。確認したところで。トムとジェリーみたい。あ、俺この種類っすわ。ボケた財布拾った。電子交番に届けましょう。悪魔猫ババ七前よ、修造。猫ババするな交番に頼るな自分で探せ持ち主を今日からお前が交番だ交番仕事してめちゃくちゃ言うな落としたお前が悪い言いそうで草すごく損した気分になるとき新しく買った鋼の剣を装備していった洞窟の宝箱に鋼の剣が入ってた初期のお金がないときとかになると悲しいやつしかもその洞窟も思ったより簡単だったりする二人分買ったときとか特にな何のゲームでも悔しいよね。三星湯で西郷隆盛像の封印が解けてきた。誰だよ封印したやつ。
本物と銅像似てないらしい。奴が目覚める。5は、す。メガネにしか聞こえない声で何かが語りかけてくる。メガネよく聞きなさい。今あなたのメガネに直接語りかけています。視力が欲しいか？選ばれしメガネ。あ、もしもし、俺やけど。え？今？山っちゃ山なんやけど海っちゃ海やねん。いやまだ海ちゃうんやけどな、山でもないねん。それがけて言うんやで。余裕？俺は今、山と海と空に囲まれてる。行けたら行くわ。先を読みすぎた対戦相手が対局前日に参ったしに来た。上回る手が思いつかなかったか。先読みすぎだろう。それも予知能力。待っていたよ。点灯勢いよく広げたら去年のキャンプから行方不明になってたトムが勢いよく飛び出してきた。カメムシくらいの扱い。どうやって生き延びたんだ。なくしたものが出てきた感覚じゃないか。あ、ごめん、一緒にトム畳んでた。汚職会見で質問者が発言するたびに受けるで乗り切った伝説の議員。実際そう。そしてこの笑顔。乗り切った後大炎上しそう。ムカつくわ。やっと鍵を持ってるやつが来た。何時間待ったのかな？かと思いきや違う鍵だったら受けるけどな。部活あるあるだ。移動教室あるある。へぇ、魂。魂呼ぶな。止まってたまるか。どうせならこんなお迎えが良いな。タクシーみたいな乗り。湖から出てきた女神様からいただいた銀の斧が全く役に立たない。ただ一つ、斧はイケメンであった。銀の斧めっちゃ見てくる。金の斧もいるんですよね。普通の斧を返して。の妻たち。正解。警視官より上で草。やっぱいつの世も女が最強。奥さんにはみんな頭が上がらんのか。叩かれるドラムの痛み、悲しみ、辛さ、終わりのない絶望感を思うと申し訳なくて直視できないし、口に入れたバッタが暴れすぎ。いきなりのバッタは反則、わら。バッタで吹いてしまった。こういうわけわかんない感大好き。発想がやばい。石、ご主人は持ってもあと余命1年でしょう。妻、先生、そこをなんとか。笑いに持っていけませんか？石わかりました。やってみましょう。ノリノリじゃねえか。不謹慎やろう。ダメだよ持っていっちゃ。関西人なもんで。撃たれないように、高速で頭を振るエディ VS 心臓に狙いを定めるトム。すでに勝負あり。誰か教えてやれ。画像がずるい。エディの顔腹立つ、わら。寄せ橋、迷い橋、月橋、涙橋。好きな子の橋。食ってる。汚ねえな。やったことあるやつ正直に言え。僕です。おっと誰か来たようだ。離婚の原因ランキング1位、性格が合わない。2位、異性関係。3位、暴力。1072位。視力が回復した。現実が見えたってことね。落語でそんなんあったな。恋は盲目。もうちょい上位にありそう。切れた当たった今賞味期限が切れた。明らかに変質してなければセーフ。そしてついでに妻の堪忍袋の尾も切れた。消費期限ならやばいが。急いで食え。カバンをひったくろうとした男の自転車をひったくる。若造が100年早いわ。なお、コーナーは攻めます。いやプロかよ。そんなんできるならカバン取り返せや。バタンバッタンバッタンバッタンバタンバタンバタン。何か狂気を感じる。こっちみんな。服からやめろ。お前もワッフルにしてやろうかと言わんばかりの顔。超大事な会議に遅れてきたスティーブが行った来る途中に色々ありましてがただごとじゃなさそう。え？来たの？事情を聞くのが恐怖半分興味半分。許さざるを得ない。ただことじゃないなこれは。レベルの低い喧嘩。こんな喧嘩は嫌だ。水かけ論。これどこにあんだよ。学校でプールの時間によくやってたな。それでは田中のポエム漆黒の悪夢を発表します。やめろー。こじらせてんな。やめたげて。これは地獄。あー黒歴史が。こんなところで寝ちゃってほんとコモドなんだから。グーの根も出ないほどコモド。つうか怖いわ。家の中になぜコモドドラゴンが。いくらコモドでもトイレの中はいかんだろ。なんで俺だけ桜前線なんだよ。優しい世界。結婚式前だろジョン。お前だけは生きるんや。隊長の粋な計らい。
地図と間違えて息子の成績表を持ってきたが、あまりのひどさに目が離せない。俺の成績表のせいで父ちゃんは、今は目の前の戦いに集中しよ。算数2、国語1、保健体育5。おいおい2がこんなにあんのかよ。やっぱり俺の息子だわ。握りっ気がすごい。握る必要あったん？すかしっ気と残りへ。で、迷惑。豊臣博之の特徴。そもそも泣かせる必要なくないっすか？このぶち壊し感本物っぽい。それって誰が決めたんすか？本能寺の黒幕が俺っていうのやめてもらえますか？家康殿、それはあなたの感想ですよね。朝のテレビの特徴、ニュース、ワイドショーが多め、爽やかなイメージ。地方からすれば東京の話題のスイーツ店を紹介なんて何の価値もない。一日空けていくような微妙距離とか。わっ、美味しそう、行ってみたいや東京価値。北関東が悲惨なの、わかる。それな。帰宅部をかっこよく言ってください。私、部活しないので。群れを嫌い、束縛を嫌い、家柄と叩き上げの偏差値だけが彼らの武器、またの名を、どこ行った X。決めセリフが好き。私は帰らせて。帰宅部のフリーランスか。かっけえよ帰宅部。クリックしたら入会扱いになってた。ワンクリック詐欺。そういうのはほとんどが嘘だから無視しとけ。詐欺？どこクリックした？毎年この季節になると世間で年賀状がどうのとか来年の干支がどうのとかそういう話がとても不愉快。泣きそう。大丈夫。中華の国の干支には猫もいるから。関係ない動物の方が多い。猫年とか可愛い。イタリアンザコ師匠。紳士やな。ハリウッドじゃない。ハリウッドはネタに関連ないからこれはこれで。渋いな。今あなたの友達が崖から飛び降りしようとしています。面白く止めてください。お前の来世、肉うどんらしいぜ。肉うどん？ワゴンあるより良いだろ。そりゃやめたくなる。嫌だなそれ。手も足も出ない。歯も立たない。つむつむみたい。進撃だ。耳も出ない。しまった、マイバッグ持ってるのにレジ袋買ってしまった。お酢には袋ないだろうが。洗えねえくせに。しかもでかいやつ実は。あるある。おいおい、前の車。ブレーキランプ5回点滅させてるじゃねえか。ブレーキが抜けてないか確認してるんだよ。表出ろ。ポンピングブレーキだよ。俺もだよとパッシングしてあげなさい。多数決。腹にしだろ。うまい。多数だ。ケツならぬケツ。サーバーが落ちた。避けることのできない事態だった。回線の不具合だと思った。不良の事故だった。いつもよりトロいなと思った。俺は待ち続けた。まだ繋がらない。ふとひらめいた。ネタの鮮度が落ちてきたな。開きにしよう。それでは解散。綺麗なオチがつきましたな。映画見終わった感。感動。よくぞここまで。先生、気分が優れないんで給食室行ってきていいですか？いいけど、もう空っぽだぞ。仕方ない瞬間移動して片っ端から給食室に行ってくる。じゃあ、隣の学校行ってきます。食べたな。みんなの分。行くだけだから。暇か。きちんとパスピーがある。パスモとスイカしかわからん。北海道をもう少し大きくしてくだされ。クルルがないぞどうなってんだ？長野。アレクサ前輪つけて。なんでもアレクサに頼るな。時期にこうなる。すみません、よく聞き取れませんでした。アレクサ万能。君たちはどうでいいか。内容が気になるな。大きなお世話だ。ド直球。違う。一文字足して上級者向けにしてください。吉田沙織さん、僕とど付き合ってください。すでに上級。無茶しやがって。出さなくても難易度高い。サオリジャー私からね。やりがい。老害。シンプルイズベスト。なんだか切ない。やりがいって第一に金だよ。増える一方。船越英一郎の待ち受け画面。数よにしろよ。私はこれで成り上がりました。崖依存症やね。心が落ち着くんやろね。無駄な会議あるある。次の会議いつにするかの会議。次の会議をいつにするかの会議をいつにするかの会議。いらない会議なくしたいよね。あるあるすぎて。無駄わら。私のおじいちゃんとおばあちゃん。私のおじいちゃんとっても元気腹筋普通に50回。私のおばあちゃんとっても元気毎日朝から。ウルトラソウル。はい。はい。へぇ。はい。
大切なことなのでもう一度言います。ここはニトリですよ。何？やっちまったな。何？男は黙って。お前も白衣着てニトリ着てんじゃねえよ。先生を間違ってお母さんと呼んだ事件はあっという間に日本中へ知れ渡った。寝てたんかな。誰だ拡散したやつ。誰もが一度は経験する。もう国外逃亡しかない。はぁ、本当に辛い。自分の顔、もう限界。自分の顔嫌い。はぁ、自分の顔が辛いとかいう女は性格がもっと辛い説。本当に思ってたら投稿しないだろう。お気の毒な性格や。かまってちゃんだからむしろ喜んでいる説。投稿側もネタだから別に辛くない説。戦わせると一番強そうな漢字一文字。とう。なんて字だ。読めない。タイトで変換。サイバーエンドドラゴンじゃん。トイレに携帯電話等を落とされた方はトングを貸し出ししておりますので申し出ください。憩いの広場本部。すいません、トング落としました。トングを拾うためのトングも落としてしまったのですが。トングを拾うためのトングを貸しします。なんたる無能。それもある。浅い。浅いのな。よかったじゃないか。浅いんかい。じゃあ安心だ。レベルは上がったけど見た目が好きなので序盤の装備のまま。わかるぜ。鎧は着せたくないから防御に全振り。モンスター側で出てきそう。指の描写雑だな。内容は理解してない。聞き上手。世渡り上手。にゃるほどにゃるほど聞いてます。そんな顔してる。相槌だけは超上手。ホームから線路上に飛び降りそうな人を思いとどめる方法。検索履歴消した。サンキュー消してくる。パソコンそのまま残してない。てか、わら。お気に入りも大丈夫？ PC のハードディスクは消したのか？すげえな、新しい VR はダメージもあるのか。VR に匂い機能欲しいわ。よかったな、足の小指じゃなくて。アイアンマッスルって知ってる？銃で撃たれても思ったより痛くないんだな。とうとうここまで来た。遠かったんだろうな。とうとうここまで来たか。いつもトイレは孤独だったからな。なるほど。普通のダブチください。普通ってどういう意味やねん。辛いの苦手。いけしゃしゃと。連邦の恥。さっき散々道を説明したやつがまた来た。道を教えた人すごい。ちゃんと戻ってきた。赤坂の TBS 付近同じ光景気持ちわかる。左でしたよね。だから放課後あの机舐め決定。掃除の時雑巾で拭くぞ。太っとるやないか。しょ。腹痛起こすから頬ずりだけにしとけって。こたつに潜ってたら時々見える。力が欲しいかとか言ってそう。帰れ。残月のおっさん。こわ。お年玉もらう前。もらった後は。そしてママに抜き去られる。ええよ。計算高すぎる。このままでは引かれる。じわじわ来る。なぜそんなところにいるんだよ。まだ間に合う。はよ逃げろ。ガチャで一番いらない SSR 救急車が出た。さっきフォークリフトワンパンしたぜ。ガチャシビアすぎてほんま嫌になる。タンクローリーとか使い方わかんねえ。 SSR ミニパトカー出たけど強い。どこから食べようか迷うボブ VS 他の客が頼んだハンバーガー。迷い方が気持ち悪い。いや食べんな。どっちがボブかわからん。腹減った。お弁当温めますか？とびきり回りくどいセリフに言い換えてください。常温でお召し上がりになることをよしとしない感じですか？マジくどすぎわろた。回りくどい。よしとしますわ。ラバーガールみたいわら。あ、自転車だ。ねえ、自転車買って、買ってよ買ってしょうがないなぁ。盗んだバイクで走り出す。行く先も、わからぬまま。かえや。秀逸なストーリー仕立てだなぁ。盗んだバイクを買わされた。マジシャンが投資でトランプのカードを言い当てたのでもしや私の父も投資されていてと思い、さっと胸を隠す。見たくないわ。見るわけねえだろ。されていて。どっちにしろ投資されるんじゃ。あんた私と付き合ってることを訓練って言ったそうね。お付き合いかな。俺は嫁と結婚したことを修行と呼んでいる。そういうところが誤符。訓練じゃないか。栃木の魅力は？日光国立公園などを擁し、歴史文化自然、多彩な観光スポットが点在しています。また、温泉の豊富さも特色の一つです。人は見た目によらず。優等生じゃん。
栃木民なら誰でもこの文言を一字一句違えず言えるよね。あと一語も。美術館の窓でぼっとしてたら1億円で落札された。そんなとこでぼっとすな。黄昏時の男。え？アートだな。まあ、猫バスと同じ原理と考えていただいて結構。白かわいいな。これがトラ猫か。ケイトラやん。口調がいいな。なんと 95% の人がさすがにあやたかではないと答えた。残り 5% は？おい 5%。 5% 誰がなんと言おうとあやたかだ。理休は丹霊とあやたかを間違う。彼にあだ名をつけてください。一人タカ&トシ。フュージョンしちゃったか。アパレルくんの失敗作。フュージョンできるんだ。似てる。ははは、こんな始末書じゃ受け取れないよ。満面の笑顔で言うことか。文字読めるんか。では始末書の代わりにこのアイスキャンデーを。普通に可愛い。ガシッ待ちな。まだ俺のダダは終わってないぜ。ははは、いはい。赤さんダダ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 。わがまま言わない。左奥のおっさんが放送禁止画像かと思った。猫のやつ、巻いたか？いるいる。紛れるのうますぎ。猫さて、そろそろいいかな。悪そうな顔してるな。たかし、パスしなさい。母さんゴール下でフリーだから。でも絶対シュート外すからパスしない。オフサイドじゃない。こういう手の出し方のやついるよね。こんな顔してゴール下でボール待ってるやついる。のんびり海を眺めてたら突如東映という文字が現れ、周囲が荒々しくなった。誰かが東映の映画見るたびにこうなる。東映恐るべし。海行くと気をつける。精鋭クック、奴は我ら四天王の中でも最弱よ。ドナッドナッパ類なドーナツ、今考え事をしてるんだ。ハロのアムロ元気か？思い出すな。可愛いな、俺も欲しい。なんか漫画でありそう。ドナドナ。もう一枚あるのか？政治家でして。素晴らしい。ぬくみずさんに見えるのは俺だけか？昔話に本当にありそうな会話だ。うまい落語みたい。アジトが知りたければ身の代金2億円用意しろ。ん？ピザ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 。ここ？港の第三倉庫だ。貴様はかったな。そう間違える理由がわからん。アホすぎ。おバカここに現る。はかったな。万引き犯の話術が巧みすぎて、ひょっとして自分が万引きしたのでは？と思い始めた店長。そんなはずないから。その話術、欲しい。しっかりして。落ち着け。100円200円課金したところで叶う相手じゃないって。私の課金力は108万です。装備コストが高すぎて服装備できないやつ。周りの方が装備いくて笑った。200円じゃこの装備か。一旦木綿をダウニーで洗ってみたら雰囲気変わった。あら、やるじゃない。ダウニーは柔軟剤ですよ。これ色に染めてみる。ダウニーええ匂いやしな。ご主人が生放送でヤバいこと言った際に泣く。気が利くな。いいモデルやね。働き者。5時に夢中やん。あ、日曜日だ。制服狙いか。なに、ここ小学校？何やってんだ。誰もいねえじゃねえか。移動した俺に対する寄せ書きがひどい。レシートの裏で草。でもキンキキッズから書いてもらってる。コープ札幌に増えた。堂本光一ならいいじゃん。濃い一日だった。濃いな。濃すぎるわ。オールスター。胸焼けするわ。リクルートじゃダメだったので海ルートから攻めることにした。いい目してるぜ。いや、これは浜ルートじゃないか。空ルートもあるのかな。でも結局ギリギリ陸じゃねえか。今の見た？見た見た。よそ見すんな。ナイトミュージアムとかにありそうなシーン。かわいい。もう罪のないクリボーたちを踏むのは嫌だと言ってます。マリオともう一人誰だよ。マリオ病んでるね。今までごめんな。まあクリボーは裏切ったんだけどね。仕事で遅く帰ったらパパお誕生日おめでとうの手紙とケーキが用意されてたけど何これ。俺独身で一人暮らしなのですごく怖い。めっさ怖い。部屋違い？怖い。新しい嫌がらせ。強引なヒッチハイク。デンジャラス感がある。強引すぎるわ。仕方ねえな。一泊だけだぞ。そして乗せろ。もしドラの新しい正式名称を考えてください。もしも元プロ野球選手がドラッグに手を出したら。清原か。もしもじゃねえ。実はだわ。笑えないぞ。
ザ・プレミアム・モルツ。ラララッタッタッタラララッタラ。脳内でブラジルが流れてきた。ビールか。お中元。行きは彼の兄を探してるんですが、手がかりが全くないんですよね。ぎょっとしたわ。知ってるよ、多分あの人。小さなことでもいい、何か特徴はありませんか？ぎょもっともです。ご飯。爪切り。予防接種。お前だけはお父さんと暮らすよな？お父さん。いやそう。父さんは泣いていい。ご飯の表情にやられた。部屋に入った母が、ベッド下のエロ本を見つけるまでの流れ。一番下で発見してんな。おかんさすが。この顔は3冊ぐらい見つけてんな。なんちゅう格好してんの。ゴルフ場にしましょう。歌って、踊れて、ゴルフもできる。金の亡者め。爽やかなに言うな。やめてー。北海道の三大都市。札幌。函館。タカアンド都市。1位だよ。うまい。一本。出身地知らなかったので米見てほほうってなった。スシローの一件は後に、何事件と呼ばれる？同時多発ペロ事件。うますぎやろ。おもろ。これを飯テロという。ペロ会だがね。駅長は駅にいてください。そこをなんとか。ただ乗りする国会議員に挨拶やで。こんな可愛い猫ちゃんが、上司ですか？わしにも出発進行されろにゃ。人々がよく探しているもの。生きる意味。自分。広告を消す罰。最近広告多すぎ。パクるの良くない。マジで探す。ちょっと待たないといけないのがまたイラつく。学芸会で浮かする跳躍に選ばれた担任に父親たちが歓喜。なお、別学校の父親も参観に来た模様。これにはパパたちもスタンディングオベーション。パパなんでこのビデオ先生しか映ってないの？芸術なら仕方ないな。この先方向性の違い。分岐しますが、この先最後を有しました分。右左折が君だけを変える。ソロで流直後の氷室補定の交代賞は見事だった。特に向かって左の二人。怒らないから言ってみ。いや絶対嘘ですやん。マラソン一緒に走ろなと同じぐらい信用ならんやつ。もうすでに怒りモードでは。もう怒ってるパターン。上司に目をつけられた。目違いだ。アナロジー。具体的な上司だな。目をつけられた部下寝てたのを、ごまかしてくれた？それとも叱られた？どういうこと？社会主義のディズニーランド。ファストパスが存在しない。食べ物は配給。軍事パレード。うーらー。なんだ北の国か。子供の夢壊すな。落ち度は処される。今来たとこ。戦闘しろか。爆。この車、狙撃されずに済むでしょ？気まずい。お母さんと一緒にサブタイトルをつけて、台無しにしてみてください。お父さんは別居。そんな殺生な。お母さん以外の人と作って遊ぼしちゃったから。いないいないババア。アイニューと一緒。赤ちゃんが、やたらもらえる。誰がやたら産んでるんだ？やたら。異次元すぎる。岸田ウハウハじゃん。サービスするからと言われて彼女についてきたのだが。騙されたな。きっちりブロック。嘘は言っていないのが。サービスエース。いや、会社辞めるのあさってなんだけど。同僚、どうせ有給消化するんだろ。まあまあそう言わずに。明日行きづれよ。もう行きづらい雰囲気。取りケツ。電車のケツを取るのが好きならどっちになる？こっちの方が健全だと思うの。どっちもろくでもない。いろいろアウトなのでやめましょう。だ。叱らなかった人の病室にあったの。倫理的にはやばいけど環境にはいい。持ち出すな。勝手に食べたらダメでしょ。地球に優しい再利用。出張の帰り、お土産で悩む。ドクロの顔おかしすぎるだろ。どういう画像やねん。修学旅行のやつ。センスが中学生。もうみんな忘れていること。去年の紅白の勝った方。そういや紅白の最後を見た記憶がないな。確かに覚えてない。そもそも見てないや。やってた？形から入らないでください。俺の悪口はやめてもらおうか。ザビエルはいかんということじゃ。とりあえずな。カッパ目線になって初めて気づくこともある。アプリを信じて歩いたけどイオンにつく気配がない。マイナスイオン。群馬ではよくある。後ろのイオン。悪
ップデートした方がええで。立ちが悪いなって思うこと。いつも危ないことに柴田恭兵を巻き込む。どっちもどっち。ネズッチ感のある整い方。指タッチじゃないんだぞ。調べて意味理解した。今年の24時間テレビマラソンランナーを予想してください。醤油ペロペロ少年。店でまでペロペロするほど好きなら給水所に醤油を置こうぜ。応援ではなく批判殺到。とりあえずは味噌ぎぜ。なめんなよ。名言や名台詞に47歳独身無職をつけて台無しにしてください。海賊王に俺はなる。47歳独身無職。独身無職は夢を語るのが仕事。うわぁ、フィリピンのやつは捕まった。見ててなんか悲しくなってくる。スリザリンは嫌だ、スリザリンは嫌だ、スリザリンは嫌だ。老人ホーム。ファンタジーの世界から現実に引き戻される。テレッテレー。クソ、こんなので。クソ、勢いに負けた。う、セーブも。それはこれは希望。審議中。君が見たお尻あそこやたらと。初デートなので地味な服できました。派手なのを見たい。麻雀できそうな。むしろ大歓迎だ。ムチムチやんな。渾身のボケに誤字があった。かわうそうに。誤字も含めてボケやし。せっかくのボケに誤字なんて最悪だな。かわわわそくんもボケてやってたんか。2年前から同様の手口で85人から1000万円以上を盗まれる。かもやん。学んでくれ。気づかねえのかよ。かわいそう。ふーん、彼氏いるんだ。わろた。センスあるな。彼氏いないんだ。あの方がそれっぽいかな。久々に増えた。異次元の少子化対策。わしは普段から使わんし。できちゃう。できすぎ。そうやって生まれたのがあの息子か。地味だな。いつも勢いよくベッドに座るなって言ってんだろうが。天井突き抜けなくてよかった。バイン。どんだけ強力なスプリングやねん。待ってんだろ。このピカチュウちょっと使いづらいなと思った理由とは。背中に東京電力と書いてある。アイアンテールくらい。停電の責任を押し付けられそう。電気代が。一本。女性にとって男性はゴキブリとハイエナを足して2で割ったようなものだと思っておくくらいがちょうどいい。それだと寄ってこられてる女性は残飯のようなものになってしまいますが。ゴキエナの誕生である。しかし実際のところほぼ小さめのハイエナである。なんかありがとう。メカス鼻カスという言葉があってな。確かに癖よな。6割くらい褒めてる。悪口。マスクすると可愛いね。喋らなければ美人みたいなやつ。ちょうどよし。鼻から下が4割。これは悪口だな。最近見ないなーって思うもの。星3つ。たく、今回だけだぞ。星3つ見れたか？じゃ取り消すねー。もう一つは、星。星3つ、見えましたか？ボケてが最近人気がない理由は？人気あったの？あはは。小泉ネタとかほんまに面白いんか？ってボケが増えすぎ。あったと思う。ないかも。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価もよろしくお願いします。また見てね。